ほう。ネットラジオやってらっしゃる。すごいですね、この方。パーソナリティ。そうですか。へえ。じゃあ我々は、うん、まあ一応、うん、お金もらって喋ってるわけじゃないですか。そういった意味ではプロの喋り手ですよ。プロですよ。そのプロの喋り手がギリギリトークしたらどうなるかっていうところを見せてやろうよ。はい、大丈夫かな。俺結構危険ですよ。全然大丈夫ですよ。全然ですけど、全然大丈夫の意味が変わるな。はい。まあ、僕の生誕祭の時に小野くんはうっかりですよ。へいへい。はい。僕の住所とかメールアドを言おうと思ってましたけれども。だって秘密をだって言ってくださいって言われて。ふざけるなって話でしょ。ふざけるな。ふざけるなですよ。ほんとマジでね。それはダメですよ。ギリギリセーフかなと。全然アウトだよ。お前のギリギリセーフのハードルがあまりにも低すぎて、ちょっと。低いっすね。俺はお前を殴る決意をしなきゃいけないかなと思ったもん、あの時。俺はお前を殴る。そっか、まあ軽く引っ張たかれましたけどね。そっか、ダメか。まあね、うん、まあ我々打ち合わせやってる時は完全アウトじゃないですか。ドンアウトですね。ドンアウト。もう完全に取れるところにフライを打ってますよね、まあ、いつもいつも、はい、そうでしょ、はい、分かりやすいものをね、でしょ、はい、うん、そんな感じになってるんですけども、まあ今回はね、DGS 的ギリギリトークをお伝えしようかなと思うんですけれども、まあなんかラジオとかでさ、そういういけない話をすると、はいはい、バキューンとかピーとか入ったりするじゃない。ありますね。ね、まあこの番組もありましたけど。まあね、うっかりそれで大やけどした人がいてましたけど、ね、あれ大したこと言ってないんですけれども、うっかりピーって入ったせいで、あいつとんでもないことみたいなことになって、大やけどした人が何名かいますけれども、本当にごめんね、過ぎたからね。まあそれをですね、はいはい、我々、うん、もうやってみようじゃないかと。なるほど。ね、ピーとかバキューンはちょっと面白くないんで、うん、今回ですね、すでに収録されている1から9のボタンがありまして。本当だ、サンプラーだ。そうなんですよ。半分は僕が、半分は小野くんがですね、入れた、その被せる声が入っておりますので、これから俺はやばいこと言うぜって思った瞬間に押してください。わかりました。これちょっとでもずれると大変なことになりますからね。確かに、そうですよね。自己責任でやってもらいますから。うわ、これ難しそうだな。かなり難しいよ。結果な。わかりませんけれどもね。ということで、DGS 的ギリギリトークスタート。小野くんさ、はいはい、この前貸したダメ、どうなった、え、あれ、うん、見てるとドワンゴな感じになっちゃうんですよ。うっそ、お前それ発売元のドワンゴ、失礼じゃないかよ。でも長すぎてなんか途中でヨガファイヤーしちゃうんですよ。ああ、お前そのヨガ、まずヨガファイヤー。いやでも我慢できなくなってヨガ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 な感じに。なるほどね。でもあれを見た人は、うん、みんな出てこいや、ああ、うん、しちゃうね。あ、なるほどね。だって神谷さんだってハッスルハッスルしませんでした。するね。俺もう完全に、ね、ハッスルハッスルするよ。やっぱり、ね、俺もそうだと思ったんですよ。だってさ、うん、あれやっぱり発売元のドワンゴがすげえと思うもん俺。すごい勇気ですよね。あれあそこにすごい勇気だよ。あれドワンゴ勇気あるよねこれね。ほんとすごいと思うわ。ちなみに小野くんさ、ドワンゴ好き。本当に好き？うん。ドワンゴ好きなの？好き。あ、でも、もうちょっとハッスルハッスルなところだけを集めて欲しかったですね。あ、なるほどね。はい。まあ、ヨガ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 。結構ね、でもこの前、構成スワが、わお。でさ。いやー、びっくりした。おえ、そのメール見て、ヨガファイル来なかった？え、うちには、ヨガファイルなメールは来ましたね。嘘、あんなさ、うん、出てこいや。ダメだよ。あれは確かに、ちょめちょめしますね。ちょめちょめ。うん、杉田くんもよくね、うん、送ってくるんだけど、杉田くんより、ヨガ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 。なんか押すと楽しくなってますね、完全に。いやでも押そう、でもそれ見て神谷さんはハッスルハッスルなんでしょ。いやだからでもそれはやっぱり発売元のドワンゴに話してる。俺8番ボタン大好き。
一番のボタン大好き。もうちょっと押していいのかい。ドワンゴ。あ、でも神谷さんがあれそう好きだと思って今日いっぱい持ってきてるんで、これ神谷君的にはどうなの。そうだね、僕はやっぱりドワンゴだよ。まあでもこれ持って帰ってハッスルハッスルしてくださいよ。うっそー、たっぷりあるんで。本当に、はい、DVD もついてるんで、これ本当に不毛だわ。ですね、不毛なトークしましたけれども、はい、ハルス先生いかがですかね。こんな感じでやったらいいんじゃないかな。頑張ってね。今よりも危険なトークもっともっとしたらいいと思うぞ。このシルフナマスでは毎週シルフの作家さんから僕たち宛てに普通のストーリー、ドワンゴ略して略してハッスルハッスルが届くことになっています。ぜひラジオの前のヨガファイヤーもシルフを手にヨガファイヤーを聞いて一緒にヨガ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 ヨハッスルハッスルを共有していきましょう。